皆さんは健康診断でメタボリックシンドロームと言われたことはありますか？今回はメタボリックシンドロームについて台東保健所の方にお話を伺います。そもそもメタボリックシンドロームとはどういったものなのでしょうか？メタボリックシンドローム、略してメタボは、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上、かつ中性脂肪が高い、血圧が高い、血糖値が高いのうち2つ以上が当てはまるとメタボと診断されます。性別や年代に特徴はありますか？はい、特に台東区では50代、60代の男性に多いです。メタボになるとどうして良くないのでしょうか？メタボになると動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まります。まずは自分自身がメタボに該当するのかどうか確認してみましょう。メタボへの対策はどのようなものがありますか？食事、運動、禁煙、お口のケア、睡眠、これらが脱メタボ、メタボ予防の鍵です。それでは一つ目の食事では、どのようなことに気をつけたらいいでしょうか？食べる量と栄養バランスを意識することが大切です。適切な食事量は年齢や体格、日中の活動量によって人それぞれ違います。例えば同じ体格でも日中よく体を動かす人と、デスクワークなど座った状態が多い人では必要な食事量は違うため、特に食べ過ぎには注意が必要です。栄養バランスについてはどのようなことに気をつけたらいいでしょうか？実は主食、主菜、副菜の3つのグループを揃えるだけで自然とバランスのいい食事に近づきます。こちらが代表的な主食、主菜、副菜の食品です。主食のグループはご飯、パン、麺類が主な食品です。そして主菜は肉、魚、卵、納豆や豆腐などの大豆製品、副菜は野菜やきのこ、海藻などが主な食品です。これら3つのグループが揃った食事の例がこちらです。メニューによっては一品料理でもバランスが整ったものもあるんですね。はい、外食やテイクアウトなどでも3つのグループを意識してメニューを選んだり、組み合わせを工夫してみましょう。また食事のリズムにも注意しましょう。食事の基本は1日3食規則正しく食べることが大切です。例えば朝食を食べないと昼食の食べ過ぎにつながったり、血糖値が急上昇して体に負担がかかってしまいます。台東区民は朝食を欠食する人の割合が高いため、毎日朝昼夕の1日3食規則正しく食べることを心がけましょう。メタボ対策には、適切な量を主食、主菜、副菜を揃えて1日3食規則正しく食べることが大切なんですね。できることから無理なく取り組んでいきましょう。食事の時間が楽しく充実した時間になるといいですね。他のポイントについても教えてください。日常の中で運動を取り入れられるといいと思います。自転車や徒歩で移動したり、階段を積極的に使ったり、隙間時間でのストレッチが始めやすいのではないでしょうか。また地域のラジオ体操に参加するのもおすすめです。他にはどんなことに気をつけるといいでしょうか？喫煙や飲酒もメタボのリスクです。また歯と口の健康もメタボと関連があります。歯周病が進行して歯がグラグラしたり歯を失ったりすると、噛めない食材が増え、食べられるものが限られるので栄養面にも影響します。何でも食べられる健康な歯と口を維持することもメタボ予防には大切です。さらに睡眠不足はホルモンの分泌や自律神経の働きに影響を及ぼし、メタボのリスクを高めます。きちんと睡眠をとり、日中に眠気や不調がないようにしましょう。タバコやお酒、お口のケア、睡眠もメタボと関連があるんですね。
生活習慣全般がメタボと大きく関係しています。日頃の生活を振り返り、今日から脱メタボ、メタボ予防に取り組んでいただければと思います。年に1回の健康診断を受けて自分の体を知ることも大切です。区の健診の対象者には案内が届きますので、必ず受診しましょう。詳細はこちらをご覧ください。また歯科については、次の対象年齢の方は年に一度歯科基本健康診査を受けることができます。対象の方には案内をお送りしていますので、ぜひ受診してください。今日はメタボリックシンドロームについて伺うことができました。皆さんもこれを機に脱メタボに取り組みましょう。